こんばんは、カズマサです。今日の動画は、こちら、シンプルジュニアという、浄水器ですね、購入しましたので、こちらの、開封動画となります。浄水器で、有名なところとしては、マーフィードが、最も、有名じゃないかなと思いますけど、まあ、それの、まあ、約、半分ぐらいのモデル、最小モデルが、こちらですねになってます。機能的には、何が違うのかっていったところで、まあ、塩素の除去力っていうのは変わらないといったところで、ただフィルターの、寿命が、15リットルから30リットルが、こちらの、シンプルジュニアという商品なんですけど、マーフィードは、30から、50リットルが、フィルターの使用期限ですね。で、どちらとも、約半年を目安に、交換してくださいというふうになってます。まあ、ただ、まあ、違うのはそのフィルターの使用の量、15リットルから30がこちら、30から、50リットルがマーフィードの、こちらですね、浄水器と、いったところになってます。あと、違いといえば、価格が、違いますね。マーフィード、購入すると今だったら1万4000超えるぐらいですね。なんですけど、こちらの、シンプルジュニアという商品は、6400円、6500円ぐらいで、購入できるので、まあちょっと稼ぎの少ない、自分からすれば、こちらの方が、お得だなといったところで、こちらを購入しました。で、設置の仕方なんですけど、商品向かって右側が、刺す方、入れる方ですね。で、左側から右から左にかけて、水が出ていくような感じなので、左側が、出口、水が出る方を、差し込むといったところになってます。で、うちには、まあ、ホースリールがありましたので、そちらを活用して、やっていきたいなと思います。まあ、全てが、水がきれいになって出ていくっていうところを、まあ、使い続けたら、まあ、機能もなくなってしまうといったところで、使い分けたいなといったところで、今、ホースの方を、設置していってます。まあ、こういう、ホースの、コネクタは、ホームセンターで、売っていますので、まあ、設置の仕方が、どの部品を買っていいかっていうのがわからない場合は、まあ、ぜひ、従業員さんに、相談してみるのもいいかもしれないですね。で、こちらの金具は、もともと、シンプルジュニアに、付いていた、部品ですね。まあ、こんな感じで、止めてもらう、止めれるようになってます。まあ、簡単に、刺して、で、あとは、金具で、ドライバーを使って、固定するといったところですね。まあ、至って簡単です。で、こちら側、左側ですね、向かって左側は、水を出す方なので、まあ、出す用の、部品を、設置していってます。まあ、今回、買った理由としては、まあ、もちろん屋外で、メダカの飼育、していってるんですけど、
まず自分の家には海水水槽がありまして、まあ、海水水槽は特に、敏感、水質に敏感なので、現状としては、リン酸が、多すぎて、バロニア地獄に今ハマってる状態ですね。なのでそのリン酸を抑えるためにも水道水から浄水器に、変えたいなと思って、今回、購入しました、まあ、あとは、まあ、メダカの容器が増えていくにつれて、カルキ抜き剤の消費が激しくなってきてるんで、まあ、これはもういっそのこと、浄水器に変えた方がいいなと思って、今回、購入しました、ホースのね、長さの調整にこうやって失敗してはいるんですけど、まあ、これで、設置は、完了しました。多少やっぱり、水漏れとかあるのでこうやって、実際流してみて、どこで水漏れしているかっていうところを確認して、再度、調整していくことがいいかなと、思います、まあ、自分の、勝手な妄想なんですけど、まあ、これ使ってみて、あまりにも消費が多いようであれば使用量ですね、使用量が多いようであれば、このままねマンフィードの、このカップをねつけれるんじゃないかと思ってます。なので、実際使ってみて、水量が、30以上使うようであれば、マンフィードにの、カップを挿して、フィルターをつけていきたいなと思ってます、まあ、実際ここ合うかどうかまだわからないですけど、まあ、そうやって、やっていきたいなと考えています。まあ、こんな感じで、設置は、非常に簡単ですね、このフィルターを通せばいいだけとなってます。なので、これで本当に、塩素は、抜けているのかっていうのを今から、テストしていきたいなと、思います。今実際、水を溜めてってる状態になります。でシンプルジュニアには、塩素を、確認するテスターが、2枚ついてますので、今回1枚使って、結果はどうかといったところを、調べていきたいなと、思います、2枚じゃ足りないっていう方は、テスターっていうのは塩素テスターは、購入できますので、ぜひ、自分だったら、チャームをよく使うんですけど、そちらで、心配な方は追加で購入してもいいのかなと、思います。で、これの使い方としては、もうこのリトマス紙みたいな、紙を、水につけるだけとなってます。水につけて、この黄色が紫になったら塩素が出てる証拠、黄色のままであれば、塩素が抜けてるっていったところになります。でもうこうやって見てもらったら分かる通り、黄色っぽいまんまなので、塩素はこれで抜けてるといったところになります。はい、てなわけで、今日の動画は、浄水器の、設置の、動画となりました。もし、よろしければ、チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。